明けましておめでとうございます。高校野球 .com の栗崎です。今回は新年一発目ということで、日頃お世話になっている視聴者の皆さん、読者の皆様にですね、プレゼント企画を実施したいと思います。プレゼント企画自体は毎年やってるんですけれども、今回はいつもよりも増してですね、総勢50名、総額20万円分のプレゼントを皆様にプレゼントしたいと思っております。なので早速紹介していきたいと思います。ではまず紹介するのはこちら、水野さんの昨年発売された J コングになります。こちらの公式用バットですね、抽選で1名の方にプレゼントしたいと思います。続いてはですね、アシックスさんのこちらのスパイクを皆様にプレゼントしたいと思います。今回は2種類のスパイク用意しておりまして、1つ目がこちらのネオリバイブというスパイクになります。でもう1つ目が、こちらですね、こちらのアイスタンドというスパイクになります。こちらのアシックスさんのスパイクを、それぞれ1名ずつプレゼントしたいと思います。続いて紹介するのはこちら、休活のキャップになります。野球やソフトボールを普及するためにですね、今野球メーカー各社が協力して行っている休活というイベントがあるんですけれども、そちらのキャップをこちらも、1名様にプレゼントしたいと思います。どんどん紹介していきたいと思います。続いてはですね、野球漫画の王道、こちらダイヤのエースのシーズン1の全巻セットを1名の方にプレゼントしたいと思います。続いても書籍になります。続いてはですね、高校野球 .com から出版された野球ノートに書いた甲子園、こちらもプレゼントします。こちらが、今出てるこちらが第1弾になりまして、私が今持ってるのが、第5弾になります。何が届くかはお楽しみなんですけれども、強豪校の野球ノートの中が見ることができますので、こちらもプレゼントをしたいと思います。続いてはですね、ああ栄冠は君に輝くというノンフィクション映画の上映券をプレゼントしたいと思います。こちら高校野球のをやったことある方ならおなじみの、ああ栄冠は君に輝くというあの歌の作詞をした人の、人生を描いたノンフィクション映画になってます。こちらの上映券をですね、プレゼントしたいと思います。こちらの上映会なんですけれども、文京区でですね、1月の14日と2月の17日に、開催される上映会がありますので、そちらのみでの対応となりますのでご注意ください。最後の商品になります。最後のプレゼントはですね、こちら、Z さんのカレンダーになります。こちら今映ってるの見えますかね、西武の森選手、源田選手で、小林誠司選手、増井投手の4選手で、他にもたくさんの選手が載っておりますので、こちらの Z さんの2019年のカレンダー、こちらも皆様にプレゼントしたいと思います。はい、ということで以上の紹介した商品が今回のプレゼントになります。詳しくはですね、概要欄にある URL もしくは高校野球 .com の方からチェックしてみてください。皆様の応募お待ちしております。それでは今年もですね、皆さん高校野球 .com そして .com チャンネルを、どうぞよろしくお願いいたします。